4月29日1922年の今日は女優千石の子さんがご生誕された日です1965年怪獣大戦争にて下宿先の大谷さん役を演じました鉄王さんまたやってるんですか赤子がね夜寝なくなりますからやめてくださいよ <laughs> おばさん今どこで聞こえました横丁からでも聞こえますよ 戦前より女優として活動していた千石さんは1947年に東宝へ入社ゴジラシリーズには1作品だけのご出演でしたが黒澤明監督作品へは必ずと言ってよいほどキャスティングされていました2012年にお亡くなりになるまで生涯女優として活動され続けていました